皆さん、おはようございます。ヨッシーです。今日も PUBG ニューステートやっていきたいと思います。皆さん、今日もよろしくお願いします。ということで、今日はですね、4号ミリ弾の、トミーガンと UMP、どっちの方がいいのかっていうの結構迷いませんか？うん。この2つの武器結構迷うと思うんで、ちょっとね、どういった性能の違いかっていうのを調べていきたいと思います。はい。よかったらね、最後まで見ていってください。さらにチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ではやっていきたいと思います。はい。ではね、ダメージの方を見ていきたいと思います。これはマネキンちゃんから、まあ、20メートルの距離ですね。マネキンちゃんから20メートルの距離でヘッドに入れるとどれぐらいのダメージ？はい、64。ということでトミーガンのヘッドが、64ダメージ。はい、UMP の方はどうなのか見ていきましょう。はい、UMP の方はですね、63ダメージということで、まあ1ダメージ差がありますね。はい、はい、ということで、この2つの武器をカスタマイズしていきましょう。トミーガンの方はダメージ増加っていうのがついてるんで、これまた面白い性能になると思います。UMP も、同じくダメージ増加がついております。ということで、この比較も見ていきましょう。はい、ということで、20メートル地点にやってきました。このカスタマイズした状態で、どれぐらいの威力が出るのか見ていきましょう。お72。はい、トミーガンかなり強くなりましたね。72ダメージということですね。はい、 UMP はどれぐらいになったのか見ていきましょう。はい、66ということで、まあダメージ効率を考えるとトミーガンのカスタムがめちゃめちゃ強いですね、これ。はい、これはかなり優秀な性能になっておるんじゃないかなと思います。で、連射力見ていきましょう。UMP が25発なんで、25発までの、連射速度を見ていきたいと思います。はい、ではいきます。はい、これがトミーさんですね。では UMP いきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ体感的には UMP のが早いのかなっていうところはありますね。はい、はい、ということで、まあ、この2つの武器の検証でございました。皆さんどうだったでしょうか？私的にはこの2つで言うとトミーガンのカスタムを使うことによってかなりね、強いんじゃないかなと思いました。はい、皆さんのご意見もぜひよろしくお願いします。ということで、今からマッチに行きたいと思います。よかったら最後まで見ていってください。それではどうぞ。はい、マッチングしました。それではやっていきたいと思います。皆さん今日もよろしくお願いします。ということで、朝一の朝活スタートでございます。まあ、朝なんでね、ちょっと練習がてら、やっていきたいと思います。今日のエイムはどうなんだろうということですね。はい、今日のエイムはどうかと考えるよりも、まず自分のエイムがそこまで綺麗じゃないということに、気づいてきました、私です。はい、なので今日のエイムというのは関係ないですね。はい、やっていきましょう。まあ安定の物処理してからしっかり勝っていきたいと思います。うん、やっぱりね、物資に降りていい武器をゲットして鈍化するっていう流れでね、行きたいと思うんでね。さて、あとは別が降りているかどうかというところですね。ここの駆け引き、ここの駆け引きが一番難しい。最初の駆け引きが一番難しいんで、これなんならね、おすすめね、外回りで、真ん中の物資はね、後で取った方がいい。
真ん中の物資を後で取るといいっていう理由があって、結局真ん中の物資って物資量が多くてなかなか取れないんですよ。なのでまずは一旦外側からね取っていくっていう動きが一番綺麗な動きですね。よし、 AUG があるのか。 AUG、 A ダボということは A ダボを使おう。うん、こちらの構成でいきたいと思います。はい、さあ熟練者がやってまいりました。倒していく。なるほど。さあこのままね、あとはエリア取って地道に敵を倒していきましょう。さあ、ここ走ってますね。車さえねうまくキープできておけば全然勝てると思うんで、はい、なんで車をしっかりキープしておきましょう。ソロはね特にね車キープしておかないと、後半戦のその位置取りをねうまくできればねかなり有効に戦えるんで。そうなんで位置取りをしっかり取りに行きましょう。熟練者を倒していく。例えばこの高台、山だったりとか強いポジションをね取るためにしっかりとね車を持っておきましょう。やっぱねないと不便なんで、やっぱり OK めちゃくちゃ撃たれますね。はい、なのでまあここはしっかりと、俺の車をやめてくれよ。頭出してくれたらいいですね、このまま。はい、最悪。横から来たー。なんでー横から来ちゃったよー。あんなやられ方しますかねー、本当に。悲しい。まあ、あんなバレバレなところで撃ちまくったらそうなりますよね。うん。ちょっとね、予想が完全に外れてましたね。もうちょっと予想がうまくいってればよかった。SR でもね、当てれたらよかったね。ヘッドで一発で抜けたら、もうちょっと警戒できたんだけど、あれはちょっと私の AW も、範囲の一つであったな。で、ここで情報、見る。いないな。マジか。2戦連続被らないがあるのか。いや、でも、被ってる手で動くのが一番ですね。なので、ここは一旦外側の物資。いいですか、ミルさん。ここは一旦外側の物資を取りましょう。これ大事。よし、結局いなかったな敵も。さあ次の武器は何でしょうね。これは AUG と AUG。 マジか。ちょっと待ってね、これはさ、炙り出し作戦いきましょう。ここにドローン呼びましょう。で出てきたら撃ちましょう。マジかよ、強いて。マジかよ。負けても負けてもくじけない男ですね。はい、ということでね、物資がねこのような感じになってたんですよ。なんか左にあるやつ結構遠くないですか。うん、あれちょっと飛ぶのに厳しいかなと思って一番近くに行きたいと思います。はい、さあ何の武器がゲットできるか楽しみですね。はい、あ、しかし全然勝てないな。うまくなりたい。うまく勝てればいいのだが、あ、ちょっと待って、やばいやばいやばい。はい、ということでやっていきましょう。物資折りからのどうなるかですね。敵さんはどうだろう、どっかにいるかな。まあかぶってたらかぶってたで楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。そう、どうかな。で物資取るときは外側から取った方がおすすめです。うん、真ん中のやつはね拾うのにめちゃめちゃ時間かかるんで、なるべく外側から取りましょう。いなさそうですね。ただ油断は禁物。これを取る、それから拾う。
安全確認してね。OK、OK。大丈夫ですね。グローザーですね。グローザー2丁。最近珍しく物資が被らないですね。なかなか攻めてないんですね。カスタマイズキット呼びます。OK です。OK です。熟練者が来ていく。やっぱ熟練のものが来るんで、気をつけないと。あれ、プレイヤーじゃない？オッケー、倒していく。あれはプレイヤー。これは違う。オッケー、倒していく。オッケー、オッケー。残り2枚。まあ勝てるんじゃないかな。うん、やっぱグローザ強いね。あ、ここいそうだな。縦裏いるのかな。あ、いるな。あれ、こいつじゃないよね。いませんね。あ、いた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 、いたわ。なるほど。ほい、グレネード、グレネード、グレネード。毒ガス、毒ガス。さてどうする？車で動く。左に回る。木裏につけるのか？これ。はい。終わりー。はい、ということで倒していく。ということで、ドンカツですね。はい、ということで本日の動画は以上になってます。また次回動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。